達磨観音として知られる岐阜市阿波野の大龍寺で、15日、恒例の達磨供養が営まれ、家内安全などの願いを託され、役目を終えた約1万個の達磨に、参拝者が感謝の祈りを捧げた。境内には県内外から寄せられた大小のだるまが鉄製のかごに積み上げられた。寺町住職らがお経を唱えながらだるまの周りをゆっくりと歩き、種火をつけた福竹で点火。Yeah.